では外交国守りのなんでやねんをテーマにした最後の演説です。お買い得日本、株でも土地でも持ってけ泥棒というタイトルで、北海道ブロック国政改革委員田中義人のなんでやねん、どうぞ。皆さんこんにちは、今椎名さんと入れ替わったんですけど、あんまり変わってないなと思ってるかもしれませんが、遠くはるばる北海道からやってまいりました、北海道一区、そして北海道比例区の国政改革委員を務めております田中義人と申します。今日は皆さんにこのお買い得日本、株でも土地でも持っていけ泥棒、なんかちょっとふざけたタイトルに聞こえるかもしれませんが、これが今政府が行っている政策を一言で言い表した、そういうものだと思っております。今我々の住んでいるこの日本でどんどん進められているのが日本売りです。もう皆さん気づいていらっしゃると思います。今日本は経済戦争の真っ只中にありますが、我々は戦争といえば今イスラエル・パレスチナ・ウクライナ戦争のような武力の衝突だと思っていると思います。でも今この日本は武器を使わずしてお金でどんどんとこの国が乗っ取られていっている、そういう状況です。例えば日本政府は何を進めているか、対日直接投資残高といってですね、海外から日本の土地そして不動産を買うためにどんどん投資してくださいということを呼び込んでいます。なんと2030年までに100兆円の投資残高、これを今どんどんと進めているんですね。そしてそれを進めるための政策として、ここ大阪も関係あります。日本で4カ所金融資産運用特区というものが6月に指定されました。ご存知の方いらっしゃいますか？いらっしゃらない、あ、お一人だけ。これ何をするところか、日本に海外の金融機関を呼び込みます。その書類のやり取りも全部英語でできるそうです。どんどんと投資家も呼び込みます。来て立ち上げる企業は税制優遇も受けることができる。そして住み着く外国人のためにインターナショナルスクールの整備なんかも進める。とにかくそういう人たちに日本に住みやすくする、そういう特区を日本で4カ所始めたんです。今回は却下されましたが、大阪は1億2000万以上持ってきた投資家に永住許可を与えようという申請まで出してたんですね。私はニセコという外国人が多い地域から来ました。外国人の外国人による外国人のための、そういう地域にしないためにもこうした政策をしっかりと食い止めなきゃいけない。そしてそのためには日本の景気を良くしながら経済戦争に勝たなきゃいけないんです。皆さん、それをやるためには政治を変えること、そして積極的な財政出動をやれば日本の経済は復活してしっかりと経済戦争に勝てると思います。ぜひ参政党で一緒に戦ってください。よろしくお願いします。ありがとうございました。田中義人国政改革委員でした。